毎週木曜日はケース B がウェブで配信しているニュースのアクセスランキングを紹介しています。昨日までの1週間のトップ5はこちらです。5位は観音寺市がインスタグラムで募集していた写真の優秀作品5点を発表したというニュース。観音寺市は今年4月から8月に撮影された観音寺に行きたくなる写真を募集し、480点の応募がありました。こちらは黄昏ドリームタワーという作品です。いや綺麗ですね。そうですね、マジックアワーですね。そうです、星空も見えますもんね。はい、うっとりしちゃいます。観音寺市は現在今年9月から来年1月に撮影した秋冬バージョンの写真を募集しています。詳しくは公式インスタグラムをご覧ください。4位は事故のニュース。今月14日岡山県奈義町の国道53号で94歳の女性が乗用車にはねられ死亡しました。現場は見通しのいい直線道路で警察が事故の原因を調べています。住宅が全焼し1人が亡くなったニュースが3位です。今月11日倉敷市玉島長尾の住宅が全焼し、焼け跡の2階から男性1人が遺体で見つかりました。亡くなったのはこの家に住み、火事の発生を通報した26歳の男性でした。2位はランクアップのニュースです。ブランド総合研究所が2024年版の都道府県の魅力度ランキングを発表し、岡山県は32位でした。去年より順位が3つ上がりました。そして香川県は26位で去年より2つランクアップです。トップ3は去年と変わらず、1位は16年連続で北海道、2位は京都府、3位は沖縄県でした。北海道はさすがですね。そうですよね、岡山香川の魅力ももっと伝わるといいですね。1位は赤岩市に新たなショッピングセンターが誕生するというニュース。夢タウン産業があった赤岩市下市に建てられる夢モール産業のイメージ図です。敷地にはスーパーのほかに飲食や衣料品店など13の専門店が営業する予定で、オープンは来年の夏ごろを予定しています。夢モールなどを運営する泉では、全国で夢タウンから夢モールへの切り替えを進めていて、夢モールの出店は全国で7店舗目、岡山県では初めてです。昨日までの1週間のアクセスランキングはご覧のようになりました。ケース B のウェブサイトでは番組で紹介しきれないニュースも配信しています。ケース B ニュースで検索してご覧ください。